しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。こんにちは、ふみです。今日はですね、物語シリーズの星7かな、星7の、カンバル駿河さんを、ちょっとね使っていきたいなって思います。今裏白に行くんですけども、相方がですねイウさんにしました。リーダースキルは割と噛み合ってるんじゃないかなと思います。ちょっとカンバルさんの方から読もうか。カンバルさんが操作時間9秒、水を4個以上つなげて消すとダメージを軽減、攻撃力が8倍、2コンボ加算、水属性の全パラが2倍です。でギウさんが水属性の全パラが2倍、6コンボ以上で攻撃力が 7.5 倍、水を4個以上つなげて消すとダメージを軽減、固定50万ということで噛み合ってるんじゃないですかね。なかなかいいんじゃないですか。ということで使っていきますけども、まあ、正直ね、まあ、勝てるかな、勝てるかどうかで言ったらちょっと怪しいところはあります、正直。はい、でもまあ使ってみたなんで、使ってみるだけ使ってみようということでやっていきます。で編成紹介するんですけど、サブにノレザが入ってるので、スキブを盛りたかったのでギウさんの、聴覚性はスキブにしてあります。 でギウさんの武器がついております。でそのノレザが、まあ、2体いるんですけど、1体目がカリンの武器ですね。スキブと、あとまあ泥鏡1個ですけど積んでます。お邪魔目覚め耐性をつけております。まあここね、スキル遅延耐性つけてないから1回層目で遅延食らっちゃうんですけど、まあ2体いるんでいいかなっていう感じ で2体目のノルザが、シリングフォードの武器ですね。スキブと、あとお邪魔目覚め耐性ここで積んでます。で3体目ガメイラ。ガメイラはね、このパーティーはやっぱロックに弱いので、ロック解除できる人がいいなと思ってガメイラ入れました。で本当は聴覚性無効貫通にしたかったんですけど、あのプラスがなくなりました。でアシストが賢者の鍵賢者の鍵です。で元々ガメイラのスキルが威嚇と変換なんですけども、でこれ強いのね、1回総目で打てるから強いんですけど、で15回あるじゃないですか。15回をね多分抜くのが難しいなと思ったん でこの賢者の鍵のスキルでここも2ターン威嚇と、あと防御力0を、つけております。で悪魔キラーね刺さるようにしてます。でサーブ最後が上杉、ここはもう吸収枠ですね。でここにペルソナカードで2ターン吸収無効化できるようにしてます。はい、で最後フレンドさん側がカンバルさん。カンバルさんも聴覚性スキブにしてて、ブレイズの武器かな、ブレイズの武器多分をつけてもらってます。攻撃キラー刺さる敵もいるし、スキブも漏れるということで強いですね。よし、これでいきましょう。まあ、一応試運転してるんですが難しかったんだよね、結構。まあ、基本無効貫通で倒していくパーティーなので、あの水をね、結構って言い過ぎ、水を作っておきたいんですよ、なるべくね。まあ、ノルザが作ってくれるとはいえ3つしか変換しないので、ノルザもなるべくね、盤面に水を残した状態で次に行きたいという気持ちはあるね。水吸収が終わって、ここ1体、ノルザ上がらないけど、3回までには上がってくるので、それで3回で使えばいいかな。いいですね、これで。体操は抜きます。でこのカンバルさんのさ、覚醒がさ 50% 以下強化なんだけど、これ難しいよね、どうやって発動していけばいい。カンバルさんのスキル自体が、50% 減少なんだけど、この子を使ったところで
まあ、次使えるの7ターン後だし、自称できるね、キャラ入れたら、交換通できないし、これは難しいところです。はい、パズル教室も突破して3回行きましたので、ここでノルザもう一体変身していこうかな。ちょうどプラズマカノンを受けて、HP が減っていますが、繋がっちゃう。固定はね、ノルダじゃなくて、ギールさんが飛ばしてくれるからいいですね。ゲイ。さあ、こっからね、どんどん無効貫通していきたい。無効貫していきたいけども、ルーレットが邪魔。普通に、四つ消しでいこうかな。多分ね、四消しだと全然軽くれない。難しい。まあ一応耐久力はそれなりに水4個してればあるので、それでルーレット消してあげて交換通で突破していこうかな。交換通練習したい方にはいいパーティーだと思いますよ、思いますよ。じゃあこんな感じで、10回にまで飛ばします。はい、10回に来ました。無効貫通が組めればもう本当に問題なくスルスル来れるんですけど、水がないんで飛べますけど、本当にね、無効貫通さえ組めればって感じかな。操作時間も固定9秒なので、ちょっと無効貫通組むには短いよって方もちょっといらっしゃるかなという感じではあるですが、本当に練習になるパーティーかもしれない。そして抜けない頭を水場で攻略するっていう難しさを感じる。私はやっぱ目の青もさ、木だしさ、最終的にはね、まあ、最初の目の青もそうだけど、火属性多くない？属性の敵多くない？そんなことない？はい、突破したということで、11回。水が足りないね、水が。この水欠損問題、文化、なんかもっといいさ、パーティー組めればよかったんですけど、私の手持ちじゃかなり厳しいところがありましてですね。さあ、じゃあノルザを使って、無効貫通さえできれば、相手が貴族性じゃなければ全然いけると思うんです。今度ロック7コンボしたい。OK。よし、いいよ。12回。さあ、吸収ですね。もう一旦水溜めて、左側だけ倒したいね。でもノルザ使って左だけ倒しちゃおう。操作時間9秒っていうのかな、また。うわー、ここ水が足りてないな。ギユさん使うしかないな。で、ペルソナカード使って、交換通。L 字にしたかったー。まあいいや。それで、まあいったでしょう。で次で向こう、向こうじゃない。覚醒向こうやめて。オープンストルテインね。ミストルテインはこれまたあれですよ。半分切ったら貴族性ですから。一発でどんぐらい削れるだろう。今エンハンスちょうどかかってるから、いい感じに。続けてほしいな。いいよ。こんな感じで。さあ、どれぐらいいく。頑張れ。おお、強い強い強い。オッケーオッケー。こんぐらいだったら、まあ、エンハンスなくても、い
けると信じて水を一回ためます。で、それで交換して、あ、ずれた。もう1コンボ欲しかった。全然削れねー。おーい、ナイスコパズル。今のナイスパズルじゃない？いいですね、オッケー。ミストルティーンは抜けた。出たな、リラちゃん。来たか。ドラゴンタイプの HP が2倍。水のエネルギー式攻撃力が4倍。感触、やばい、軽減がない。カンマーさんの方の軽減で耐えていけるのかどうかですね。回復力は多分、ノルザがいるから、大丈夫なんですが、どう？耐えろ。おー、耐える。これはちょっと耐久していこう。よし、リダチェンは戻ったので、このまま、耐久しつつ水を溜めたいね。よし、いい感じに水が降ってきたので、これ突破していこう。いやー、よかった、オブザイヤー。耐久できてよかった、本当に。さあ、15回です。運命の15回。ここはね、試運転したときは、なかなか削れなくて、ちょっとね、困ったんですけども、一旦だけちょっとスキルダメして、で、威嚇と防御ゼロでしょ、これで。で、エンハンスも入れたい。まあ、とりあえずノールザ打つか。ノールザ打って、エンハンスも入れて、これで、無効貫通と、まあ、7コンボできれば、多分ね、スンって抜ける。そう。エンハンスなしだとね、かなり、あと防御ゼロなしだと、防御ゼロなしだと、異属性の方が抜けなくてですね、ちょっと大変だったんですけど、抜けましたね。よーし、よかったよかった。完璧。今のは完璧なムーブ。完璧なムーブ、めっちゃ崩れる。はい。オッケー、いいよ。あー、水切っちゃったけど大丈夫。もう割と順調だね。さあ、OK ですね。もうちょっと。ちょっとね、スキルダメというか、水ドロップを確保したいなぁ。落ち込みなしになってんのか。さあ、これでいけ。5、6、7、8。8やれば、8やればいった。よし。18。2個間ね。OK。7、8。OK。おっし。いいね。問題は目の穴なんですけどね。交換。よし、いいんじゃないか。もう1コンボ組めるな。OK。5、6、7、8。8ね。もしこんな時は8組めれば上等です。スキルダメしまして、強くてやめてって抜けるかな。やってみよう。5、6、7です。どうですか。ちょっと残っちゃったなー。あんま使いたくないけど水が足りてないのでヒューさん使おう。4消しだと本当に火力が出ないので、4つ以上とは言うものの。6コンボだけど。あ！はい、戻ってきましたね。19回かな？いやー、あんなとこで死ぬ予定じゃなかったんですけどね、全然。
あとやっぱり強いんですけど、9秒何回も言いますけど9秒固定で無効貫通を組むという難しさを痛感しております。はい、20回シンファ無効貫通の人かな。いやー辛いなー、自分のパズル力のなさをすごく痛感しております。実はここに戻ってくるまでに2時間いや1時間半ぐらいかかったかもしれん。それでなんかいっぱい死んじゃったな。これはいったべ。おーいかんいかん全然いかん。いや課長ゆうさん、生殺与奪の剣を握らせるな。コンボ数が足りない多分。もう一個、ああ乗らない、ああ死にたくないよ。もう一回無効貫通かな。ほらもうちょっと組めるのにな、頑張ったら。10秒だったらさ、もうちょっと組めそうじゃない。ああなんだって、難しいな。これはいかないので、ここでやだねえ、すぐそうやってもうエンハンスで無理やりぶち抜く、こう打ち抜けんのか知らないけど、マジまた死ぬ。私はもうやり直すのはちょっとつらい、ちょっとつらい。やめて、10倍は受けきれん。いや強いは多分強いんだと思うんですけど、多分ね裏レッカイだったらねもっとサクサク勝てるのかなって思う。うん、あと水を供給できるキャラをがいればな。ボルザーじゃ若干足りないんだよね。完全に私の手持ち不足となってしまいましたが、でもね試運転の時には結構ねボスまではたどり着けるんですよ。たどり着けてて、でキメノアは正直厳しい、ずっと木だからそれはそうなんだけど、キメノアとヒメノアかなはちょっと厳しいんだけど、ヒメノアしか出てこなくて試運転の時結局勝てなかったっていうね。でも無効貫通練習したい方にはいいかもしれないので、ぜひ練習したい方は使ってみてください。結構しんどいですということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさようなら。